日進高校で10日、生成 AI を使った特別授業が行われました。パソコンを使って真剣に作業をする生徒たち。画面に映っているのは生成 AI、チャット GPT です。この授業は日進高校商業科の商品開発と流通の授業の一環で、学校や企業に向けてワークショップを行う株式会社 STEAM と共同で実施。生成 AI を使って高精度のデータ分析など今後の授業にも生かしていくことを目的としています。今回はチャット GPT を活用して文化祭で出展する予定のお化け屋敷のテーマや会場レイアウト、スタッフの配置や予算などを考え企画書を作成するという授業が行われました。生徒たちは慣れない作業の中、生成 AI からの提案をもとに実際に文化祭で活用できそうなものを模索していきました。おばあちゃんの振り、これだけ短い。AI を活用する授業が初めてで、活用方法とかそういうのが詳しく学べてよかったです。よく授業でプレゼンとかの発表とかがあるんで、その時に自分が思いつかないアイデアとかをチャット GPT とかに聞いて詳しくしてもらいたいなと思いました。この生成 AI、チャット GPT の助けを得て、9月末の文化祭成功できそうですね。今からのこの時代というのはやっぱり AI がどんどんこう進んでいくというところで、 AI だけにこう頼っていくのではなくて、 AI でサポートを受けるというところで、しっかりやっぱ自分の中ではこう軸を持って生きていってほしいというか、そういうような仕事をこう将来こうやっていってほしいなという。